はい、こんにちは、ベイです。今回はザ・ Wi-Fi で通信障害が起きているようなので調べてみました。サクッとこれまでのあらすじ。2020年3月18日に通信障害で通信不能になったドナトキの Wi-Fi、 半月後の4月3日突然使い放題を廃止し、次回更新月まで無料だけど毎月 25GB 制限に強制プラン変更。え、何が起こったの？無制限使い放題ってどれもこんな感じだの？ということで、どんな時も Wi-Fi の通信障害に見舞われ、早く保証してくれないかなと待っている私ベイですが、最近ザ・ Wi-Fi も何やら通信障害が発生しているらしく、他人事とは思えないので調べてみました。ザ・ Wi-Fi とどんな時も Wi-Fi は兄弟みたいなものですからね。今回はこの順番でお話しします。 1. そもそもザ・ Wi-Fi って 2. 何が起きてるの 3. 今後どうなるの。それでは行ってみましょう。1. そもそもザ・ Wi-Fi って全18社無制限使い放題 Wi-Fi ランキングって以前に作った動画でも出てきたザ・ Wi-Fi、 その時の様子をプレイバック。 12. すごいが詰まったモバイルルーターザ・ Wi-Fi、 月額3480円、2年縛りあり、解約金9800円。加藤浩二さんを起用したザ・ Wi-Fi、 解約金は9800円なものの、あるといざという時に緊急脱出ができなくなるのはこのご時世厳しい。ザ・ Wi-Fi 12でした。ということで、解約金はあるし値段も安くないのでランキングは12位にしていましたね。テレビ CM を結構打ってるし、加藤浩二さんを起用しているので認知度は高そう。まあ一言で言えばどんな時も Wi-Fi と同じです。見せ方を変えてるだけ。つまり相撲をしてる加藤浩二さんと刑事の今田美桜さん、どっちがいいかって話ですね。2. 何が起きているの？ツイッターを見ているとザ・ Wi-Fi ユーザーの叫びが聞こえてきます。4月18日から通信障害発生したよ。1日 5GB で制限をかけている。 5.5GB で制限をかけている。 5GB も使ってないのに全然速度出ねえ。ソフトバンクが通信制限を始めたらしいよ。無制限って言ってるのに詐欺やな。ザ・ Wi-Fi お前もか。それに対して公式からのアナウンスはなし。問い合わせしてみた人の話だと、5GB で制限していない、通信制限ではなくユーザーが増えているだけ、解約手数料は無料にならない、問題があれば公式からアナウンスするとのこと。3月18日に通信障害が発生したどんな時も Wi-Fi と似ていますね。18日から障害を発生させる決まりが業界であるのかな。 3. 今後どうなるの。ザ・ Wi-Fi の仕組みはクラウドシム無制限使い放題の典型的な形なので、どんな時も Wi-Fi とも同じです。クラウドシムの仕組みは過去動画で解説していますので、気になる方はそちらを見ていただくとして、結局無制限使い放題は何度も例えている食べ放題バイキングと一緒なのです。料理は食べられれば食べられるだけ店側は損。食べ放題と歌っておきながらあんまり食べない客を囲いたく、大食いは敵にしたい。そういえば食べ放題って歌いながら大食い戦車お断りって広告の何かに引っかからないのかな。日本広告審査機構 JALO だっけ、どこまでが政府なんだろう。話を戻して、食べ放題と同じ仕組みなので大食いは追い出しにかかるのが自然な流れ、つまりどんな時の Wi-Fi の時と同じ流れになると思います。制限ラインをどう設定するかによって差はあるかもしれませんが、どんな時の Wi-Fi と同じでヘビーユーザーは月 25GB にするのか、今噂されている1日で 5GB にすると月 150GB なので、どんな時も Wi-Fi のように無料にするとは考えづらいですね。まあ何にせよ制限していかないと波状と思います。いやでも、に何が起きてるでちょっと出した問い合わせしてみた人の話だと、 5GB で制限していない、通信制限ではなくユーザーが増えてるだけとの回答をいただいたらしいですけど、これが末端オペレーターの適当に言ったことではなく、公式でこういう認識で何も対応しない、対策しないっていう道を進むなら、少ない料理をライトユーザー、ヘビーユーザー全員で奪い合う地獄の出来上がりなので、一番の愚策だと個人的には思います。通信制限してないよ、ユーザーが増えてるだけだよって、一見なんか制限してないっていい方に捉えそうになるけど、何も知ってねえのかよっていうやつ。というか、素直に無制限使い放題って言ってるけどそれ嘘なんですって言えないからこんないびつなことになってるんですよね。どこの無制限使い放題って言ってる会社も、嘘ついて人を集めてもその嘘で自分の首が締まっちゃうけど、引き返せないとこまで来ちゃった、このまま嘘を突き通すしかない
制限してませんよって言ってる風に見えます。ということでザ Wi-Fi もドナドキン Wi-Fi と同じ状況に見えますね。無制限使い放題は用法用量守って使うべきですね。そして用法用量がわからない人はデータ容量が明記されている物理 SIM がおすすめだと思います。果たしてこの無制限使い放題の混乱はどこまで続くんでしょうか。もしかしたら次はあなたの無制限使い放題 Wi-Fi かもしれません。お気をつけください。この動画が少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。引き続きどんな時も Wi-Fi を中心に業界の動向を確認考察していきたいと思います。今回はこの辺でまた次の動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録高評価コメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いします。ではでは今日もいい日になりますように。デイでした。最後までご視聴ありがとうございました。